株式会社理想実業者本社関座は奈良県北桂木郡高陵町にある株式会社理想実業が近畿地方を中心に首都圏並びに愛知県に展開しているラーメン店。道頓森店池袋東口店ホテルシェフだった代表取締役の伏瀬雅人が最初の店舗を開業させるにあたり今までにない味と歌っているラーメンスープを作り上げた。 革新となるスープのもとは、軟禁状のかかった隙間の小さいカゴの中に入れられ、スープソムリエという資格制度で管理されており、スープの材料、レシピは資格を持つ代表取締役や幹部社員にしかわからない。1976年に開店した道頓堀店はわずか4坪9席だった。現在は細い路地を挟んだ向かいにも同規模のカウンターがある。 1990年に道頓堀店そばに千日前店を開店させた時も最初は表通りに面していない小さな店だったが段階的に拡大していった。反面店舗から出る匂いをめぐって隣にあるブティックと裁判沙汰になった。各店内では訪れた有名人のサインなどが並んでいる。注文は入り口で食券を購入して席に着いた際に受け渡す。 店舗と入り口にいる店員に先に注文を行い料金を支払ってから席に着く店舗に分かれているが、フードコート等の一部店舗を除いて、入り口と出口が別々になっているのが特徴となっている。クリスマスにはサンタクロースがプレゼントを配るイベントも行われる。患者には VIP カード、ブラックカードというものがあり、これらのカードを提示すれば、 カード会員のみならず同行者も含めて、その場での飲食代が無料になる。特に、ブラックカードの会員であれば、通常は対応しない出前や、店舗の貸し切りも可能である。電話で出前を希望し場所を伝えると、店員が訪ねてきて、厨房を借り、その場でラーメンを調理し提供することになっている。実際に、五分五分、収録中に田村厚志が、 神座道とんぼり店に直接電話をし、収録先の毎日放送本社まで出前させている。VIP カード会員は、桂金枝、中田・ボタン、月亭・八方、カノ・ヒデ・タカの4人。また、ブラックカード会員は、松本人志、千原ジュニア、田村敦、チャン・グ足の4人。美味しいラーメン提供されるラーメンは、天理ラーメンに似ているが、辛口に作られる。 天理ラーメンと違い甘いスープである。メインメニューの美味しいラーメンのほか台の部分を麺からご飯に変えた美味しい雑炊もある。大盛りは標準サイズのほぼ倍額であり、深夜料金を徴収する。大阪発のラーメンチェーン店では最大規模である。大阪府、奈良県にはロードサイド店もある。また店舗によって餃子や唐揚げなど、 サイドメニューを充実させている店舗もある。理想実業に関するカテゴリー。ありがとうございます。